よし、はい、新年明けましてない、おめでとうじゃない、ごめんなさい、誰もよろしくって思うじゃない。これ今いつの出汁、12月最後の出汁ってことはだよ、まだお正月じゃない。違うよ、年末だよ。年末です。はい、ということでですね、今日忘年会、そうだね、あ、まあ、ちょっと少し先に忘年会ということで、そうだね、行かせていただいておりますけども、私がリフテンです。はい、どうも、隣の雪でございます。で、奥にネルさん、ハコさん、じいさんです。ね、じいさんがあの先頭をね、そうそう、我々を導いてくれてるから、導いてくれてるから、私の地元なんだけど誰よりもここ福だ。そうなんだよ。まあ、ということで、はい、今からですね、焼肉屋に行こうじゃないかと。そうですね、そうだ、そうね、焼肉屋もね、普段行ってる場所とはちょっと違う、また別のね、変わった場所で、ね、そう言うては食べ放題だけどね、バディーですって。食べ放題なんてもう何年ぶりかしら。うん、ガチ4、5年ぶり、うるせえなこの野郎。みんなでさ、行きたい行きたいって話をさ、行こうぜって話しててもやっぱね、そう、コロナ、うるさいな、低いな。成田だな。どうせ成田だろ。成田から行ったのか、成田に行くのか、どっちだったい。でも低いからもう降りるんでしょ。降りるのか。うん、何？あ、昨日ニックに声かけといた？今日忘年会だから行けねえって。嫌がらせかな？地獄だろ。行くわって言ってそうだよ私。これでどこ集合って言ってたから。来るんだ。来れるもんなら来てみやがれって。やっぱ来る気はあるんだよ、絶対間に合わないと。あ、後ろから来た。 OK、 よいしょよいしょよいしょ。とにかく寒い、すごい寒い。よいしょよいしょ。まあ、じいさんも今日ね、来れるかな、どうかなと思ったら来れたからね、よかったよかった。いや、よかったよ。まあ、我々毎回でも、去年はね、忘年会はほら、家でやったからね。あ、そうだね。ツーマンのじいさんが、あ、今日来れるじゃんって話になって、あ、そうだ、じゃあ、ピザだ、そう、ピザ。なんかピザとケンタ頼まなかった。ピザとケンタで酒飲んで、俺がめちゃめちゃ酔ってた。チャミスルだよね、確かに。チャミスルで。めちゃめちゃうるさかったもんね。うるさいな。うるさいな。最初は、あの、格安釣りで酒も頼もうかなんて言ってたけど、うん、ファミマでよくねっつって。結局買いに行ったんだよね。俺が一人で買いに行きました全部。ありがたいわ。ケンタさんがあるって言ってたから、じゃあ俺とじいさんとでそんなことだった。うん。まあ一人2本ずつぐらいね買ってきましたけど。そんな、なんか今日はみんなで久々にお店で。いいですよ。外でご飯です。そう、いただくといったところでございまして。しかも何があれかってのは、我々まあそこそこ、まあ若いっちゃ若いけども年は取りましたよ。うん、だが行くのは食べ放題。そう。食えるか。一番年下のハコさんが無理だからね。俺もね、まだね、今日はね、その時代からね、入るとは思うんだけど、俺もいけるな。うるさいな。うるさいな。でっかいおならですね。クラクション鳴らさないといけないぐらい、なんだ余裕ないのか。そやつは運転するなって話だよ。これだから今のおじさんは短期しかいねえ。短期だらけだよ。カルシウムが輸入飲め。本当だよ。とにかく寒いんだ。寒いですよ。今日何度？今9度。まあ10、まあ1桁台ですね、とりあえず。そうだね。で、あの、この後雨が降るので、さらに気温が下がります。うん、で、12時を回る頃には、そうですね、2度とか3度とかじゃないですか、おそらく。きついな。あの部屋寒いよね。寒いよ、ほんと。貸し炊きな、ほんとに。俺の部屋異常だよね。寒い日異常に寒くて、暑い日異常に暑い。あのね、原因の一つがね、空気の循環が悪すぎる。うちの窓ガラスでもね、すりガラスでね、あの、もうそれが原因で熱持っちゃったり凍っちゃったりだよね。やっぱあの断熱のカーテンみたいな買った方がいいかもね。そうね、外からの気温に左右されづらくなる。さて、寒い寒い世の中だぜ。
今回のね、うん、肉屋の食堂だったっけな。ああ、さっきお店の名前。台所だ。肉屋の台所。あのね、肉は頼むのか、いや違うかな、あの自分で取ってくスタンスのビュッフェスタイルって。そう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 、はい、野菜とかもそうなんだけど、注文して持ってきてもらうじゃなくて肉置き場があるから、そっから。あーでもどうだろう、今の時代考えて肉置き場ないかもな。肉は頼むかもしれない、もしかしたら野菜だけとか、ね、アイスとかがカレーとか、ああそういうあれか、サイドメニューじゃないけどそういう系もあるの。そう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 、そういうのをちょっとにしてみました。ちょっとね、気になりますね。そうそう、こういうとこでもよかったんだけどさ、チェの家、チェの家、チェ、チェ、チェ。いやまあ我々帰るとき超楽だよ。そうだよ、グッパー入ってないからあれはちょっと寂しいじゃないの。まあ、とりあえずじゃあお店、うん、行きましょう。よし、駅へ向かう。到着。アルコールいくらなさいますか。これでも一人だけなんだよね、飲むの。そうなると、はい、あ1名だけで、はい、お飲み放題で1人だけアルコールに、アルコールなの、うん、ソフトドリンクは皆さんついておりますので、はい、あじゃあ1人だけじゃあお願いします。アルコールで、はい、やったぜよかったね、死ぬほど飲んで死ぬほど倒れればいいよ。当時自由だったことはありえます。初めてです。こちら QR コードで飲んでいただいて注文していただきたいと思います。こちらの方にカレースープご飯がありますので、そちらはセルフサービスでお願いします。はい、はい、で、あちらの方にアルコールとソフトドリンクがありますので、そちらもセルフサービスでお願いします。はい、では品目を指定します。はい、当行は100分制となっておりまして、20分前がラストになります。はい、それでは失礼します。さあ、出してあげよう。今出すのかよ。あるよ。着替えてくるの。着替えてらっしゃい。ドキすごいね、QR コード読み込んでなんだ。あ、ということで始まってるんだ。まあ、とりあえずメインは俺ら二人みたいな感じだし。ちょっと待って、俺もこれ脱がないとな、これ。ちょっと。その間に荷物落としてもらうで。いいよ。Oh my god。今日ね、2度も3度も携帯落としてない。今日俺のスマホね、あのグッパイしがちなんだ。グッペン。グッピー。あ。カマさんたち、うん、次に飲み物取りに行ったのってしたら、あご飯とか誰か、誰かお母さんでももちろん方がいいんじゃない。俺一人で頼んどいて。あ、そうか、ごめん、今ね、あなたの左利きこっちかと思った。頼んどいて、頼んどくよ。でもね、俺今録音してるんだ。頼んどいて、俺お酒取りに来てやるかし。マジ、じゃあ俺お茶。わかった。俺混ぜんだよ、絶対サイゼリアみたいなのするんだよ。麦、お茶ね、うん、ブレンやめて、お茶できたら黒ウーロン茶あるでしょ、多分。わかったわかった。ブレンド茶入れて。ということで、はい、今日は2人だけになってしまった。今回はね、この焼肉屋でいただくということで、いいですね。とてもいいですね。入れとくか。入れとくか。これもここら辺に置いといちゃダメかな。あー、落としたと聞こえんの。いや、寝不足が来てんな、ね、珍しくあんなに起きちゃったのが。だってよ、楽しくて何でもやっちゃったんだもの。そうね、楽しかったよね。さあ、ん、今年ももう一回、あ、なんかメニューをね、QR コードでスキャンするってすごいね、面白いね。ポケットに入れた。注文なんかいろいろ注文しちゃって、食べ残し、飲み残しが別料金を決めてみようぜ。何があるか気になる。俺もカバー新しくしようかな。もうずっとボロクソだよ。こういう感じなんだ。やっぱ、まあでもハラミステーキとかハラミ系、あれはないの、タンは真ん中になった。あ、しまう、じいさんのもしまってあげる。そう、邪魔だからどかせへん。ハラミ、ありがとう。炭酸じゃねえよな。大丈夫だね、こんな色の炭酸見たことないもん。
じゃあお茶で。緑茶？え？何茶？何茶か。黒ウーロン茶でいいんじゃん。同じでいい俺と。黒なかったけど。黒ウーロン茶。あ、じゃあウーロン茶で。ウーロン茶。ウーロン茶入る。動けお前ら。メガネ。ハラミカルビ。あれタンは？タンから行こうぜ。おめにちゃんと頼んどいてあげよう。水坂のホルモン屋。あ、ゼルさんが来た。ジ、うん、ュースでも世界だったからお気に入りとか。え、何その下の部分？なにこの下の部分今？生ビールのあれ、あの差し込んでさ、うん、あれするタイプ、下から入れるタイプ。ああ、そういうこと。多分。ああ。そうか。牛タン。あ、今ね持ってくる。タンがね、牛がなくてね、豚タンだね。いいじゃん、それでいいよ。なんかバッバッと多めに頼んで。三、三ぐらい。三でいいか。頼こう。カレー、あ、ライス、ライスも。見て、じいさんの名前書いてある。何？どれ？ノナメって。あ、本当だ。ノーネーム。ノーネームをノナメっていうのは天才だなと思います。あれ毎回毎回関心さんが考えたもんね。じいさんの。じいさんの。じいさんの。これ？じいさんの野なめって自分が考えたんだよって言ってた。このあの結婚前に5、6年前に話した時に言われた。ただしもう覚えてもない本人が。あとほら。じいさん。あなたこういう時めっちゃ来るんだから。はい、いろいろ頼まないと。それかもうそれでピッて一回頼んじゃえば。一回じゃあ。頼んでもう来させよう。食べよう。久々の焼肉ですよ、マミーを。はい、あ、質問してる。いや、今ね、てか、好きなものを頼んでる。そう、そこら辺は頼んだ。かぶってもいいんで。まあ、この机に乗るかどうかわかんないけど。とにかくね、今日ね、やったのがね、朝、あの、じいさんに実況を2つほどやらせて、その後に生放送をみんなでやって、その後みんなでマジャやつだっすね。いやー、わけがわかんないよ。で、私は、あの、夜にあのミックとカズも撮ってました。撮ってた。なるほどね。え、あの後？あの後。あの後？も何時までね起きてた？8時。8時までみんなで。俺その1時間後だぜ俺来た。またから。はい。コメク人。コメク。全員です。全員じゃない。一人言ってない。お母さんは？もちろんでしょ。もういい。ちょっと先に。なんか後ろかんじゃない？なんか目がボコボコしてこんなんだったか。これはい、あの焼肉屋のタレとレモンと和牛タレの甘く違う。やばいね。後ろに。じいさん跳ねてなんぼだ。じいさんタレとレモンどれがいい？両方使う？タレ。タレ。タレと甘口のタレとレモンがある。わかんない。じゃあ全部。じゃ全部。そう、全部全部。わかんないときは全部。お、いいね。一生のロース。豚タンで。ありがとうございます。あ、それ肉骨置いてくれればじゃあ俺らがやろうか。てかあれだ。みんなにあの割り箸を贈呈してね。やばい。このやばいわ。あのマジで寝不足すぎて今ちょっと変なとこ見てた今。寝てないの？寝たんだけどね、寝足りなかったの。お願いします。少しできないと頑張っちゃうから。褒めて。寝足りない。俺どこまで寝足りない。何言ってんだ。あんた慣れてるだろ。慣れてるどこじゃないですか。割り箸はいもう。あ、ちょっと待って。割り箸足りねえな。足りない。取ってくるか。ね、2本足りないと思う。2人の分がない。俺らの分ねえから。あ、でも多めに、多少多めに持ってきて、あ、ハムさん、入れちゃおう。よし。俺らで入れちゃおう。それもちょっとこっちに持ってくる。あれがレモン。うん、ねえ、こっちは甘口。あ、いや、置いといていっか。こっちが普通にタレだし。いえもうなんか、あ、でございます。じゃあよかったね、アルコール。よかった。で、このお店もいい場所でよかったね。見てない。じゃあこれ見てもらおう。冗談だよ。ありがとう。いいね。あそこ食っていいか。3頼んだらちょうどみんな2枚ずつ。あ、いいね。1しか頼んでない。
1しか頼んでない。あ、そうだ。じゃあ皆さん、はい、今年もお疲れ様でした。じゃあ乾杯。いやもうすごい分かる、分からない、やばい、もう力が入らない、はいはい、まずい、持てない、はい、で盛り合わせにいいです。いいよいいよ、一回食べよう、みんなでね。いやー、よかった。みんなは食べると思うから、3人前とかでがっつり頼んどいた方がいいんじゃない？ね、俺、朝ごはん食って我慢したから。朝来る途中に、デイリーでフライヤー、うん、フライヤー。でもそれぐらいでしょ？なかなか行けないよ。食べれないよ。え、あんまり喋るの？俺、喋る気がない。喋る気がないんじゃないか。じゃあ、お酒入るとわけが違うんだけどね。はい、いや結構、ね、俺が喋るんだけど。いいね、飲み放題の酒は。だってよかった。俺ら入れてある。五反田でいいとこ見つけたってことでいいかな、これね。でも取っちゃっていい。あ、こっちこっちまだトレギサラダとかあるけど。あ、食べたい。頼むよ。いただきます。ちょっと来てからにするか。これどうした？これ今どこ置いたっけ？これ下に置いてるんだよ。これさん焦げちゃうよ。あの置いとくよ。オッケー、じゃあここに。オッケー。いやいや、じゃあいただきましょう。いただきます。レモンでいった方がいいかな。タンです。前にタンもう一枚。どうしよう。ここ狭いな。うめえ。あれ、じゃあ奥行きがない。あれ、よいしょ。うーん、あー、うまいわ。あー、やばい、眠くなってきた。おいしくて寝るわ。代わりに食っとくよ。あ、もう腹減ったって起きる。帰りにフライドチキンだなって。悲しすぎるでしょ。はい、おお、1人前だから死ぬほど人。いいんじゃない、それじいさん一人で食ってみたよ。逆に贅沢に。塩だれキャベツで、また4人よ。なぜ内側に火が弱い。あ、そうなん。おう、はい、ちょっと強めに使うのがね。はい、はい、真ん中に持っていったらいいの。その間に俺は食べる。ハコさんにはいつも申し訳ないぐらい焼肉のやつやってくれるの。焼肉奉行、焼肉奉行してくれるからいつも感謝だよ。毎回するよ。絶対俺とネルさんはやらないからね。毎回取ってもらうかどうか。俺はね、やったら下手くそだからやらない、自分から。あ、これ、わかんない。チョレギサラダ。お食べなさい。あ、飲んどいた。普通に牛とか食いたい。これさ、このまんま焼くのかな。まんまじゃない。まんまかな。まんま行ってみよう。あざっす。あ、じゃあこれもしかして、銀座のサラダとか、6とか。そうだね。確かに。3、4枚か。どっかに挟んでるさ。あ、お肉つまんない。トング。トング。テレビ。うん。贅沢に焼いちゃいなさいよ。お一人だけ。あったよ。切るよそれ。ほら。もう一回か。いやー、うまい。伸ばしてもろて。やろうか。ご飯ぐらいですか。本当だ。TKG ご飯とかあったよ。卵かけご飯。はい。ほんで真ん中切り刻むぐらいがいいんじゃない。そのまま乗せちゃう。うん、うい。おっと。ダメだ。いい場所からわからん。ないね。セーフセーフ。マイケル・ジャクソンだ。ちょっとその前に、ね、手前のやつに、ね、あ、お前ね。
ちゃんとさ、2人で相談しながら俺何も考えてないからとりあえずハボさんの意のままに。え、俺もひたすら酒飲んでもいいかな。飲め飲め、いいじゃない。あんまりですか。ただ、まるで俺が邪魔者みたいじゃないか。じゃあお邪魔虫、てめえ、肉飲んでやる。パーキフよ、お前じゃねえか、お邪魔虫。猛烈なお邪魔虫。あ、これも、あ、いいね。まだレバーあるよ。やりますね。レバー、レバー、味噌、塩、タレ。塩、塩、一人前でいいかな。ホルモンはどうする。これがこんな感じある。うま味噌かな。うま味噌ホルモン二人前にしとこうか。勝負い牛ダブリバラカルビタレ4人前にしとこう。漬け、漬けとか頼んでみる。人気のつぼ漬け、つぼ辛みでしょこれ。牛バラ、豚バラ、ホルモンミックス、タッカルビもあるよ。タッカルビ頼んでみる。はい、あれ、つぼは一つでいくか、とりあえず。5分前行動はしないと。この仕事場所が遠いから遅刻するのって本当にめったにない。どっち、こっち。通勤に時間が経ってないから徒歩20分圏内にしか。でも徒歩で20分ちゃんと来れたら、いいよ。え、そんなに邪魔でしょ。ボラボラ。え、これってさ、こっちこう、そのまま皿ごとじゃん。皿ごと一個入れちゃう。うん、いつも端にゆっくりじっくり、じっくりみたいな。そうね、そういうことでございます。入れて、これが一枚。本当は一枚。タッカルビの味噌。タッカルビの味噌頼んだけど。雑な酒が飲んでる。米をくれない。食い切らしてもらった。でも食べれると。カルビご飯カルビご飯ってうまいの。それに米が欲しいもん。いや、取りに行くしかないんで。TKG このご飯くれ。どうする、これでいいのか、どんぶりにするか。どんぶりにここに置いとくから育てて。だったらどんぶりが欲しいよ。ついでに飲み物も出るんだ。これも丼に入れるけどね。これ海鮮ってさ、一緒にしない方がいい。いや、まあ、うん、いや、大丈夫じゃない。そんなに大丈夫だと思うよ。時間かかるんだから、かくなり焼いちゃおう。あ、で、これパーティーも超邪魔。トントロあるよ。食べるか。でも塩とタレどっちがいい？一旦どうするか。さあこっちはあるっすよ。塩とタレどっちがいい？塩。塩。あ、こんな感じなの？どんぶりだったじゃん。マジ蓋見て。ありがとう。ありがとう二人とも。疲れよ。これで当分出なくてすぐよ。いいんだよ。ごめんよ。何しても出ねえじゃないか。まあね、トイレの時ぐらいだ。なんか頼みたい人いる？まず減らしてからかな。皆さん、マスか。減らそうにもさ、ちっちゃいから焼けないけど。もうちょいでかくていいよ。ちょっとこいつなくすうん、そいつなくそう。
そいつ引いてこれ上に乗っけて。タッカルのこっちから抜けようかな。えそれとも本当にカルブ、これ鳥だよ。あ、これをね。え、これ鳥だよ。鳥なんだよ。タッカルビって鳥だっけ。さっきタッカルビはこれじゃない。これタッカルビ来たら鳥が来た。これ持つだよ。まあいいだろ、美味しいから。いやーこれやっても大変。いや肘置いてる。ここに置くのがいいと思う。俺はこれ使わないから。1位にすればいいけど間違えて2位にしちゃったもん。それだったら空間が変わらないの。お逆対戦なら逆か。これさすがにこれは無理。そしたらこっちちょっと開くからそこにあるのこっちに置いて、これをそっちに置いてくんで。ああ、それ回収させて、回収させてほしい。で、そう、なんかテクニックね。こっちに置くから。真ん中の肉、真ん中の肉。おい。うん。裏返して。え、これってさ、本当にそのまま焼くでいいんだよね。でも銀のあれだから。でもそうするしかなくない？だって落ちるぜ。だよね。でもどう？無限に焼けなくない？食べづらい。これファミリーになりきなかった。え、それさ、やっぱり違うんじゃないのこれ？でもこれ、そのまま上に乗っけたら中に入っちゃう。そうなんだ。え、焼けんのでも。ん？なんかあの、大丈夫？ブツブツ言ってる？本当に？煮込んでる感じがする。ホルモンもそういう焼き方するの初めてだからな。不思議でしょうがなくて。わからないんだよ。わからないのである。これ、今日キャベツさ、キャベツのおかずでひたすら酒飲めるんだけど、どうしよう。飲みなさいよ。だって、まだ一杯目でしょ、これ。日本の。早っ。鬼かよ。さすがだね。これ、これ、え？上がってまうもん。うまいのよ。あ、うまっ。うまいよ。そう、タレがいいよね。うん。しまったね、よかった。消せるけど。消さなくていいんだよ。嫌われた。違うぞ。上に上げて。ちょっとね。上がらなくない？上がっちゃうと煙が意味なくなっちゃうんだよ。ダイソン並みの吸引力っていう。いや、多分そしたらね、肉全部食われてるの。うん。うわどっかの学生がわたあめがあって食ってて、ちょっと焼こうかなって言ったら全部持って帰ったの。あの、ふざけてるつもりはなかった。本当にすっごいでめちゃめちゃ驚いちゃった。まあでもわかるだろう。ミキ、はい。お、ライドオン。ネギ乗ってるからね。はいよ。ネギが挟まってます。ネギ包みです。うわー、絶対今行ったら火傷しそうだけど行くしかない。やけどするぐらいがいいって言うじゃない。でもあのネギ全然焼いてない。あのちょっとヒートしたぐらいだから冷たいと思った。あ、腹になった。いる？ネギのやつ。いけっか。ウィッス？はいよ。なんか久々じゃない？トントロ。ね。あー。帰ったら寝るかもね。ネギ。起きて俺がプレステ開いてたらね、なんか何でもいいよ、その誘いな。DMZ やろうぜ。誰か。起きてたら誘ってもいいよ。起きてたら誘ってもいいよ。まあ起きてるかわかんないけど。寝てるかもしれない。寝てるかもしれない。俺と日程は違う。一番に寝る自信しかない。どうなんだろう。え？さあ。はい。予約スペースができてから時間があって。予約スペースはない。あるうちに乗せないと。あ、なるほどな。ハコさん、カルビご飯ついて。カルビご飯。だから頼まない。ないんだ。あとでください。タコ。
カルビご飯あれびっくりした、頼まないとないやつ。ボーイ、返事で落としちゃったぜ。ソーリー。どこどこ、デート券誰か食うか便利やね。ご飯、ご飯チカビ焼きフィーバーアルミコロッケ、どのタイミングで。いや、大丈夫？暑い？いける？大丈夫なんだ。わかん。もしかしてもう最初から焼いてはあるんじゃない？多少は。茹でてる。多少は。ああ、茹でてはあると思う。うん、あ、茹でてある。もっか。大丈夫？めっちゃ暑い。本当だ。これ茹でてあるんだよ。冷麺は気になるけど、ね、明太バターご飯は気になる。はいよ、うまいなあ。うまっ、ゆっくりやる。うまい、うまいね。酒に合う、合う、麺にも合う。ご飯2つ頼んだだけ。お米バイプッシュ、バイプッシュ。すき焼き卵とかある。お肉を卵に煮出せるんだ。何に使おうかね。これじゃない、この2つ、そこの2つじゃない。確かに。頼んでみる。あ、次もご飯食うとき卵かけご飯にしようかな。肉くぐらせた後にその卵をご飯にかける。なるほど、便利だね。肉のうまみをね、多分知ってるかもしれない。うまみが熱いよ、熱いよ、すげえ熱かったよ。いいんだって、食えるだろ。ちょっと冷まして、頑張れ頑張れ、できるできる、そこで諦めるなって思う。レバーはなんかネルさんが食べるらしい。こういうとこってアイスとかあった？あるよ。やっぱありがね。デザートも。デザートが選べる。マジか。いらねえけど。醤油ないのか。あんじゃない、あっち。ちょっと見てるね。まだない。ネルさんめちゃめちゃ動かされてる。珍しくしかない、そこに座った末路だ。でも端っこってそういう末路。そうなの。お、3杯目行く。ミキは酒が強えな、ほんと。喉も乾いてる。酒飲んでるからじゃないの。あー、船もう行けるかな。食べたい食べたい、食べていいかな。食べます。トントロ、やはりレモンと一緒に。これお母さん、うめ、醤油が欲しい。うまい。こういうタイプだ。はい、醤油。ありがとう。なんかいろいろあったから持ってきたよ。こっちじゃん、わさび、ニンニク、これ俺のだ。ニンニクは俺のだ。何使うかわかんない。ありがてー。あ、あ、あ、いけるか。こんな感じでやっぱ肝がうまい。久々だな、みんなで飯食う。俺がとっととあれを出さないからみんなと飯食いに行けないの。ミラミラ。
今日ほとんどのプリだよ、ミラノ、うん、あ、ゲット、わお、よいしょ、息がいいな、それもいっちゃうもんこれ、あ、パインの香りやっぱちゃんとするな、それはまた一緒なの、あのシロップが別であったから、うん、打ち込んでみた、一番最初がノーマル で、うん、でさっきのやつがレモン、うん、レモンシロップ、今パインシロップ入れてみて、うん、あ、待って、普通にこのまま回転できると思った、お母さんすっごい眩しいもうすごいんだよ、もう見えねえあ、でもまあでも、あ、オッケー、角度がね、角度がね、分かるでしょ、分かる、クソほど眩しいね、え、結構作る、ただね、ただね、あの博さんがこんだけやってくれて文句は言えないよそうだね、俺なんて一番文句言えない立場にいるんだから、何もしてねえにもほどがあるんだから、動けないだからね、マジで、そうそう、動けないのしょうがないよね動けないし、ちょっと眠いでしょ、眠い、本当にでもうまいでしょ、うまい、そして楽しいんだもんね、楽しいもの、久々だもんね、こうやってみんなで食べるのね、あのこうやって食うの久しぶりだね、確かに、うん、実際ね、もっとみんなで焼肉とかさせてほしい、実際の話、毎日に行きたいよ、明太子と明太バターご飯、はい、ありがとうございます、明太バターご飯、またイカれたもんね、ありがとう、あのラーメンのサイドメニューみたいなものをあったね、あったでしょ、うん、なくなったから、あそこなくなったの、あそこ消えてるよ、マジで、あそこにあったラーメン一覧全部消えてるから、高架下にさラーメンあったね、あったラーメン、あそこね全部全滅してない、で目の前のマックも消え、横にあったスキヤも消え、今ね品川ね映画館しかない、映画館と水族館しかない、かそってんね、あそこに一番つまんない場所、映画館に対してはホテルとあの一体化みたいなのがあって、そうそう、映画館はさ、まあ、俺も行くからありがたいけどね、うん、だから唯一行く理由は映画館しかないんだけど、映画館の後にどこか行ってみんなで喋りながら飯食うのが好きだったのに、ただ帰るだけになって、なおかつ途中でマックとかも行けないから何一つ面白くない、惜しい、明太子食べてみていいじゃん、このちょっとだけいただきますよ、え、これ何だって、あ、明太バターご飯、あ、明太バターご飯、うわっめっちゃくちゃうめえ、ごめんね、なんかの海鮮頼んだばっかりに大変なことになってくる、あはははは、マジか、明太バターご飯むちゃくちゃうまいよ、ちょっとじゃあ一口いただいてみな、ここが真ん中バターなんだけど、明太子と一緒に、これはうまい、バターが濃厚よね、なんだろう、この雑にうまいよね、うん、うまい、うまいもんとうまいもん合わせてうまいだろって足りめえだろみたいな感じでね、いや割とマジでそんなノリよ、うん、ほんと、いいね、タコそれ切る？そのまま行く？行きたいやつ行けんの？行きたいやつがそのまま行け。醤油いる。やってしまったからもうレモンに真ん中に置いてうわまたあなたは明太もつ、姉さんはそれは何？卵かけ明太ご飯、君たちはえげつないものばっか食うね、俺もう次それにすると思ったんだけどさ、うん、あのご飯食うものがなくて今ご飯がカピカピになりかけてて、うん、いいよそれ食べても、あ、いいよ、ちょっと丼でやつ、丼ぶりって言うと食べてよ、食べよ、え、丼ぶりって言うと、ありがとうだよ、そうだよ、じゃあもらう、祭りの味、あこさんが食べていいと言うから遠慮なくいただく、言うて俺食べてるから、うん、特に一番何を食べたかってね、もつ、もつうまいよねー、もつって、うまい、生きがいいね、うん、もう最初から食っとく、熱いって言いながらの縮まる、大丈夫、うん、本当にさ、本当
ここさ、うん、本当に昨日予約したの、うん、もう1週間ぐらい前にさ、木曜日までには決めてみんな言ってるのさ、水曜日と木曜日寝たの9時、21時に寝てたんです、うん、その時の段階ではもうすっかり忘れてるの、うん、もう金曜日の仕事やってる最中に、あ、やべ、忘れてた、とにかく早く探さないと、探して何がありかって誰もせかさないから、うん、誰もせかさない、あ、でも早くしないと、いや、最悪もし、うん、あ、なんかみんなで持ち込んでなんかパーティーでよくねって言われても、うん、いいよってみんな言うからまあ確かに思うけど、みんな否定的にはならないよね、うん、絶対いいよで、そうありがとう、なんかもう適当にみんなで飯食えばいいやつ、いいやつ、え、いいやつ、いやー、ありがよかった、いやー、よかった、でも落ちないようにしたから、でも、当たりだったよね、ここはね、間違いはなかったね、味はよし、うん、そろそろ録音を止めようかな、一旦止める、まあ、ということでね、はいよ、久々その、一応ねあとは俺らも飯食いたいから、別に他愛のない話をしたわけじゃないけど、まあとりあえずその久々にみんなで飯食って楽しいなっていう感じで締まりそうですね。もうね、塩だらけです最高。もうね、俺もね眠いんだ。眠いのかい？ここあったかいし、寝てないし、じゃあアルコール入れてくる？飯食ってるし。入れとこうかな。寝ちゃいそうになると思うけどね。多分テンション上がっちゃう。本当お客さんもちょっとそろそろって言われる、まあ、とりあえず今回はここまで、はい、またね、また来年次やるときはあれかい、年明けの、うん、そうだね、新年会かい、新年会しよっか、じゃあ1月の1日に大きいところの席を予約して、そう、あの同じとこ来る、ここいいかもね、割と俺ここ好きかもしれない、もう一回行く、1月の1日俺いない、あ、静岡行ってるよ、あ、多分新潟、新潟なるほど、あ、多分どっちやってるかな、多分両方やってるかもしれない、今なんか見た目的に自分的にサーフィンだなサーフィンはやったことないな、やってみないな、でもサーフィン奈良で奈良で、じゃあ新年会でお会いしましょう、はい、さよなら、お疲れさんでした、眠い。